慶応が103年ぶり準決勝進出、沖縄尚学破り一番乗り。103年ぶりは草、歴史作ったな。2回大会以来ってこと？これは次も楽しみだわ、クソ強い。なんで小学こんな早打ちなん？前からそうやっけ。この2校でプロ行きそうなやついた？東女くんはプロでも良さそうやけど、進学らしいな。慶応がここまで強くなった要因って何なん？人材が集まって力を発揮できるようになったということやろ。慶応は残ってる中で一番勢いありそうや。クーリング明け後、いかに抑えるか大事やね。先般クーリングタイムやな。そこに合わせて、投手交代した森林も優秀。慶応はいいチームだ。優勝してほしいな。